おはようございます。ございます。寒くない？今日めっちゃ寒いんだけど。寒すぎる。おはようございます。ゆうたありがとうございます。ありがとう。おはようございます。スパ見たよ。あ、ありがとうございます。おはようございます。週末寒くなるらしい。マジか。週末って、うん、なんかあの姫たんの生誕イベントみたいなの出るんですけど、なんか私それをファンの皆さんと同じタイミングで知ったんですね。あ、出るんだと思ってって感じだったんですよ。で、来ないんだよね、連絡メールが。え、本当に私出るかな。最近それがすごく心配でそう、なんか公式のは発表されてるんですけど、いつもなら公式が発表される前に、まあ遅くても発表されてからすぐメール来るはずなんですけど、今回メール来てなくて、そう、普通に忘れそうで怖くて、まあスケジュールに入れてるからもういいんですけど、別に。本当に私出るよね。そう、なんか連絡なくてさ、ええってなってるじゃあいつもあるんですよ。で、なんかたまになんか本当に明日の朝早いっていうのを分かってて、メールとか来ないとなんか言っちゃうの。メールまだですかみたいな。そう、めっちゃ催促しちゃうからさ。そう、ちょっと行ってみようかな。まあでも前日になっても来なかったらさすがにちょっとやばいと思うので、ちょっとさすがにね。そう、こんなことは本当もう久しぶりレベル。おはようございます。やっほー、おはようございます。でもいつもだったらありますよ。普通にファンの方が知るタイミングよりも前に、この日は公演ですよみたいなメールが来て発表されて、公式で、で前日に、前日じゃないの、前日、あ、前日かな、でもポジションとかも来てみたいな感じなんですけど、まだ今公演やってないからね。公演やりたいけど。おはようございます。ちょっと声が枯れてる。おはようございます。
ようございます。やばい、水飲んでくればよかった。最悪だ、声がガラガラ、喋りづらいし。おはようございます。そう、朝だと声が枯れてしまう。そう、でも次の生誕のイベントでちょうどあれです、なんだっけ、ちょうどさ、あの劇場に行くの1ヶ月ぶり。今年はみんな生誕イベント的な感じですかね、どうなんだろう。生誕祭ないのかな今年は。またどういう感じなんでしょう。今だからこういう感じなのか、みんなそうなるかな。おはようございます。びっくりした。朝から元気で。めっちゃ泣くやん。おはようございます。すごい泣いてる。昨日誕生日でした。あ、おめでとうございます。それはいい一年にしてください。マリンちゃんと同じ日なんですね。おめでとうございます。おはようございます。髪の毛ね、今日ねすごいなんか変な風に寝癖ついてて、直すのが大変でした。直すのがちょっと時間かかってしまった。そう、なんか外側が別にいいんですけど、なんか中がさ、めっちゃ寝癖つくんだよね。ここら辺、そう、こっちもなんですけど、すごいそれが嫌だ。まあ、あんまり見えてないからいいんですけど。結局なんか自己満的なとこあるからいいけどね。おはようございます。おはようございます。節分はしっかりできた。え、今日じゃないんですか節分って。あれ、今日じゃないの。でも去年昨日だったよね。去年2日でしたよね。なんかありましたよね。なんか去年違ったよね。なんか覚えてる。なんか言って
私はでも今年もか恵方巻き食べます、ちゃんと。おはようございます。毎年節分は鬼はたけしなので、あの豆を投げつける投げつけてます。そう、毎年投げつけてます。容赦ないです、本当。キックボードみたいなので何回も往復したので、何回往復しました。それは1回でね、あの絵は撮れないんでどれぐらいだろうな、10往復ぐらいじゃないですか。そう、もっとかな、結構やったよ結構やりました。そう、何枚も何回も往復してのあの写真たちなので、実はね、あの2ページ目の写真が好き、全身で写ってるやつ、あのツイッターにも載ってたけど、あの写真がすごい好きです。あとなんだっけ、あの映画の試写会に結構前に行ったんですけど、7月かな、その映画がねやっと公開されるみたいで、鹿の王っていう映画なんですけど、ミクルンと27ぐらいに確か多分試写会に行かせていただいて、その映画がね結構なんか公開延期になって、でやっと最近公開するみたいなので、次皆さん見に行ってみてください。鹿の王っていうアニメのアニメーション映画みたいなやつです。ぜひ。そう、なんか若かったよね顔が顔が若かった。そう、半袖着てた。そう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 、ぜひ皆さんよろしくお願いします。おはようございます。そう、めっちゃ延期してたんですって。そう、知らなくて、それももう公開されてるものだと思ってたけど、最近だった最近でした。そう、でも初めて試写会っていうのに出て、なんか行かせてもらって、なんか不思議な感覚でした。まだ見たことないじゃないですか、その普通の人は。そう、だからさ、すごい、なんかでも一般の方もいたけど、そう、なんか不思議って思って見てた。そう、何日公開なんだろう。そう、この間私普通に映画見に行ってて、そう、広告で流れてた。ございます。15分早っ。あ、2月4日、じゃあ明日か、明日から見れるらしい声の枯れ具合やばくない？大丈夫これうん、
今日夕方までずっとケーキ屋さん。ああ忙しそう。2月ってどうなんですか、忙しいのかな。でも12月とかよりはさマシだよねきっと。今日はでも2月。あ、バレンタインだ、そうだ忘れてた、バレンタインがあんじゃん。そうじゃん、節分用のロールケーキとかありそう。ロールケーキ好き、食べたいロールケーキ好き、美味しい。バレンタインね、そうこの間急いであれ買ってきました、チョコレート、アムールでしょ。から10分で帰ってきた行って10分で帰ってきた。10分もなかったかもしれない、マジで急いだ。そう買うものだけ事前に決めてて、絶対にこれだけは買って帰ってこようと思って、そう妹とお母さんと3人で行ったんですけど、10分で帰ってきましたそうめっちゃ急いだ、本当に人多すぎて。でも平日だったので そんなにめっちゃいるわけじゃなかったけど、そうでもマジで美容で帰ってきました。そうちゃんとお目当てのものをゲットして、そう必要以上に歩き回らないっていうあの のをモットーに、そう行きたいところだけ行くみたいな感じで行きました。本当はなんかロイズの生チョコが食べたくて去年も食べたんですけど、なんかどこにあるか分かんなくてお店が、諦めた。ちょっと歩き疲れちゃったのでやめましたおはようございます。おはようございます、やっほおはようございます。寒いな、すごい寒い。そう最近通販でお買い物したんですけど、初めて自分の名前で、そうずっとね追跡見てる今どこにいるかなと思って、そうまだ全然届かないのにさずっと見てる早く届いてほしい、私が家にいる時に届いてほしい。なんか大抵なんか家にいない時に届いたりするから、早く届かないかな。そうでも予想以上になんか買ってて、そうもうお母さんがなんかもう向いてないよって言われました一人で買うのやめた方がいいって言われた。だからもう一人では買いません。必ずちゃんと見てもらってから買いたいと思います。やっぱこれかわいいこれかわいいと思ったらどんどんさカゴとかに入れちゃうから、そうダメだね。ダメですね、ほんと
待ち遠しい。そう、早く届いてほしい。来ないか。何買ったの？服です。服いっぱい買いました服たくさん買いました。残ってるお年玉で買える範囲のものを買おうと思ったんですけど、大幅に超えちゃったよね大幅に超えちゃったよね。ちょっと気づいたらすごかった。うん、冬服と春、え、でも夏もある。 T シャツとかも買っちゃった。いろんなもの買いました。そう、今まででも自分の名前で買ったことなかったので、そう、自分の名前で買うのは初めて今回がでもお年玉今いくら残ってるか分かんないんだよね。おはようございます。お母さんに確認しなきゃ。いや、そこに、すぐそこにあんのよ、お年玉そう、まだね、使ってないのがね、あの袋に入ってる。そう、渡さないですよ、ママには絶対自分で持っとく、お年玉大切に使いたいと思います。もうもらえるの今年で最後だったので、もうちょっとしたらあげなきゃいけない。やだなぁあげなきゃいけなくなっちゃう。おはようございます。バイクの音が。お年玉もう最後よ